東京都知事候補者 NHK から国民を守る党横山みどり46歳 NHK をぶっ壊す党員立花隆信者節税推進課私はカイロ大学を卒業していません私は二重国籍ではありませんでは横山みどりさんの政見放送です いや NHK をご覧の東京都のみんなまた会えてうれしいよ俺の名は韓国放送の横山緑だよろしくなでは皆さんご賞和お願いしますせーの NHK をぶっ壊すでおなじみ立花隆が代表している NHK から国民を守る党から俺は出ているんだえっ この時点で興味が出たってその前に何でこんな大事な政見放送でこんな覆面した格好とこんなしゃべり方をしているかっていうと若いみんなにもっと都政や選挙にもっともっと関心を持ってほしいからなんだ正直言って俺みたいな無名のザコはあえてイニシャルは隠すが Y さんや R さんなんかよりも知名度がない 頑張っても1213票ぐらいしか取れないのかもしれない。だが、可能性が1%でもあるのであれば、俺は背を向けず戦いたいんだ。今回は2024年の東京都の世紀末リーダーを決める大事な選挙だ。だからみんなは何を言ってるかわからない人や、少なくとも頭が空っぽのやつには投票しないでくれ。 俺たちちちの東京がめゃゃくちゃになるぞそんな俺は今渋谷にある NHK のスタジオに来ているんだここに俺がいてこっちに通訳さんがいる NHK が嫌いにもかかわらず NHK を使ってアピールするとかとんでもないアイロニーだと思うでもあえてここで NHK 問題について言わせてもらう見る見ないの自由にかかわらず強制力を持って受信料を取るのはやめてください まあ何が言いたいかって、NHK 受信料なんてやめちまえ、ばっきし言って、スクランブル化にして、見たい人だけ受信料を払わせばそれでいいじゃん、国民の8割はスクランブル化に賛成してるんだぞ、大体、道を案内するカーナビからもテレビをが映るっていう理由だけで、NHK 受信料を取るとか、時代に合ってないんだよ。俺がな、もし東京都のリーダーになったら、徹底的に見ていない、不必要なテレビを削減したるからな。 覚えとけ、もし NHK から請求書が届いてお困りのあなたは、NHK とコールセンターに今すぐテレフォンをしてくれ、電話番号は、えー、東京03の、えー、っと、ちょっと、えー、っと、忘れましたん、ね、で、後で言います。あとな、最近気になるのは、都庁のプロジェクションマッピング。 考えたやつはどこの誰だみんな知ってるかい夜になると、こんなでっかい都庁に光をピーピー当てて、カラフルな演出をしてるんだけど、その9億5000万円ってのは、都民の大事な税金からなんだぜ、年間9億5000万円の,の税金ぶっ込んで、毎日毎日、何やっとんの、そんなにマッピング見たきゃ、ディズニーランドに行けばいいじゃん、そのプロジェクトマッピングでお腹は膨れないし、 俺が都知事にになったらすぐに中止しますまああとはちょっと時間がですね、もう2分しかないので、俺が考えた東京都の書いている10個案を思いつく限り、横山みどりが今からしゃべりたいと思います。1、セクシー大臣が考えたコンビニ袋有料化を無料化にすること。2、町に超巨大ごみ箱の設置。3、都内で盗撮、地下に対する厳罰化。四。 ガン患者のののための安楽死の導入5、お金がなくてもご飯が無料で腹いっぱい食べれる大人食堂の開設、6、議会で余計なこと言うなとやじを飛ばすおしゃべり議員を排除する、7、極めて低空飛行の羽田空港問題の解決、8、都内の家賃が高いから、独身者全員に家賃補助を出す。 9、地下鉄にペット同伴できる避難所シェルターを作ること。10、子供を1人産んだら100万円を出す。どうですか、もしも1つでもこの横山みどりの提案に賛同してくれたら、いいねしてくれよな。そして、ツイキャス、ニコニコ生放送の暗黒放送では、さらにこんな5分30秒では足りない部分をもっともっと話していく予定だ。ぜひ 暗黒放送で検索をして次回の配信を楽しみにしていてくれそれではちょっと長くなりましたがこの辺で終わりたいと思いますわあわあ言うとりおりますがお時間ですさようなら 東京都知事候補者 NHK から国民を守る党横山みどりさんの放送でした。